ピトケアン諸島は南太平洋に位置するイギリスの海外領土、唯一の有人島であるピトケアン島をはじめとする5つの 島からなる。正式名称はピトケアン、ヘンダソン、リューシー&ウェノアイランド。人口は47人。2021年、1767年イギリス軍艦スワローの士官候補生ロバート・ピトケアンが発見した。首都の周囲300km には谷有人島はない。この絶海の孤島に人が住み着くようになったのはバウンティー王の反乱がきっかけである。現在ピトケアン島に住んでいるのはこの反乱に参加した軍人の子孫が主である。キリバス共和国、通称キリバスは太平洋上に位置するギルバート諸島、フェニックス諸島、そしてライン諸島の一部などを領土とする国家で、イギリス連邦加盟国である。マーシャル諸島共和国、通称マーシャル諸島は太平洋上に浮かぶ島国、ミニ国家の一つであり、真珠の首飾りとも呼ばれるマーシャル諸島全域を領土とするミクロネシア連邦の東、キリバスの北に位置する。ロット連邦は太平洋上に浮かぶ島国、ミニ国家の一つであり、ロットその大陸地を領土とする。ハワイ州は太平洋に位置するハワイ諸島にあるアメリカ合衆国の州。首都はオアフ島のホノルル市である。アメリカ合衆国50州の中で最も加盟した州である。漢字では、ハワイと書く。海域として定められたポリネシアの北端でもある。ハワイ島、マウイ島、オアフ島、カウアイ島、モロカイ島、ラナイ島、ニーハウ島、カホオラフ島の8つの島と100以上の小島からなるハワイ諸島のうち、ミッドウェー岩礁を除いた全ての島がハワイ州に属している。北東ハワイ諸島の北西端からハワイ諸島の 南東端ハワイ島まで全長1500マイル2400キロにわたっている。州全体が島だけで構成されているアメリカ合衆国の唯一の州である。アメリカ合衆国本土の南西、日本の南東、オーストラリアの北東と太平洋の中央に位置し、地理的にも民族的にも近いポリネシアでは最も北にある列島で構成されている。その自然の多様な層間、暖かい熱帯性気候、豊富な皇居の海平と太陽に取り囲まれていること、および活火山の活動があることで、観光客、サーファー、生物学者、火山学者などに人気のある目的地となっている。日本で最も人気な海外リゾート地の一つ。独特の文化がある谷、太平洋の中心であることで、北アメリカやアジアの影響も多く受けている。140万人を超える人口のほか、常に観光客やアメリカ軍事関係者が滞在している。常時人口の約7割はアオフ島に集中している。マリアナ諸島はミクロネシア北西部の列島、東の北西太平洋と西のフィリピン海の列海に位置し、北には小笠原諸島、南にはカロリン諸島、東にはマリアナ海
海溝がある。南北 800km に連なる約15の島から構成され、北緯13度から21度、東経144度から146度の間に湖上に広がっている南端のグアム島を除く島々を北マリアナ諸島、サイパン島より北の島々を北部諸島と呼ぶ。南西諸島は九州東南方から台湾北東にかけて約 1200km にわたり点在する島嶼群である。北から南へ大隅諸島、トカラ列島、奄美群島、沖縄諸島、先島諸島、宮古列島と八重山列島と連なり、沖縄諸島の東に離れて大東諸島、八重山列島の北に、離れて尖閣諸島がある。日本列島の南西部にあたり、東南側が西太平洋のフィリピン海、東北側が東シナ海である。日本の構成区分としては、与論島までが鹿児島県、薩南諸島、与論島や徳之島などの北西にある硫黄島が沖縄県最北端である。小笠原群島は小笠原諸島北部の群島、東京都小笠原村に属する。面積 71.4km2、別名母人諸島。これは江戸時代の無人島、母人島という名に由来する。公式名称は小笠原アイランドという。ニュージーランドは南西太平洋のオセアニアのポリネシアに位置する立憲君主制国家。首都はウェリントンで、最大の都市はオークランドである。ニュージーランドの国鳥キウイ、島国であり、2つの主な島と多くの小さな島々からなる。北西に 2000km 離れたオーストラリア大陸、オーストラリア連邦と対する南方の南極大陸とは 2600km 離れている。北はトンガ、ニューカレドニア、フィジーがある。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国となっている。ニュージーランド、またニュージーランド王国を構成する最大の主体地域である。